結局前回は何達成したんだっけ。雷です。あ、そうだ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 、無理やり雷作戦だ。そう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 だそうだそうだ。ウパとルパ生きてるかな。あ、確かに。あ、いる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 。あ、よかったよかったよかった。出てない。無事か無事か。出てない。なるほど、よかったよかった。あ、でもあれか、なんだっけ、粉雪は結局まだってことか。あ、そうだ、粉雪溜めた状態で、そうだ、うん、どうなったかだよな。結局そう、大鍋に溜めなきゃいけないから時間がかかるっつうことで、うん、そうでした。まあ一回戻ってきたわけなんだけど、うん、はい、まあでもここもね、氷じゃんっていうことで、はい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 、あの設置しました、こちらです。うんうんうん、ここは僕の家じゃないか。ペントンチの上に、おーい、俺ヘッチの上に明らかに重そうなもの置くんじゃないよガラスの上に置いちゃってるこれ。あ、まあ、割れる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 。寝てる時めっちゃ怖いじゃんこれもう周りに雪は溜まってるから可能性は高いよ。そうそう、オッケー、信じて待つか。うん、そう、多分ね、雨が降らないと多分ダメだから。そっかそっか、それまで待つだな。オッケー。そしたら他には何が。スナイパー対決。あー、スナイパー対決ね。そう、スナイパー対決。あとちょっと気づいちゃったんですけど、あの、はい、とてもとても恐ろしいっていうのがあるんだけど。なんだ？お、とてもとても恐ろしい。え、なに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 。雷を村人に落とすだって。そう。とてもとても恐ろしい。残酷だ。村人収容施設を作ってその隣に飛来神置いてみたいな感じなのかな。そうだ。そうしよう。それしかないよな。ちょうど寝てくれているのでこの肉屋だけ。いけ、よし。あ、なるほどね。こいつに雷落とします。生贄が決定されました。肉屋肉屋起こされ、叩き起こされて連行されていく。鬼だ。ん？なんかパンプキンパイのあれが見た目がハートに変わってるぞ。あ、あ、今日の、あ、今日のデータパックだ。見つけちゃった。なるほど。あ、えー、ちょ、あ、どうしたどうしたどうした。あ、どうした。に、生贄が。あ、まずい。ああ、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 生贄。最悪。ちょっとほったらかしてたら。こいつ、このままにしとく。これはゾンビ村人を村人に戻すっていう進捗になったかもしれないな。そうそうだよね。そこいつはこのまま放置しておくか。どうせやったらもうそれやっちゃうか。うん。なるほど。やっちゃうか。こいつの名前どうする園長。ジキル。ジキル。ジキルとハイドの。ジキルだ。ジキルですか。よし、ペンティ見てくれ。お、確認。名前をつけた。オッケー。どれどれ。ドン。まさかの漢字で時に切るでジキル。そう、ジキル。かっこよすぎるだろ。ちょっと中二病くせえな。これかっこいいな。で、なんだっけ、リンゴだっけ。リンゴかい。あ、今回のデータパックで出てくる特殊アイテムはね、結構いろいろたくさんあるんで。はいはいはい、はい、まあリンゴ9個でまずハートが作れる。なんかペント持ってるけど、すでにこれパンプキンパイなんですよこれ。あ、ハート持ってんだ。ほら、そう、リンゴかと思った。あげるあげる。ほんとだ。あ、ハート増えるじゃんこれ。そうなんですよこれ。え、俺食べられない。お腹いっぱいか。お腹空いてないからなんじゃない。ちょ殴ってくれペンティ。オッケー。あ、殴れねえ。なんでだ。あれ、殴ってんだけどね。え、モンスターは殴れる。いけいけ。なんだこれ、一方的な。なんでだ。一方的な関係。無敵になったか。あ、来た。誰だ。斧だったら殴れる。ほんとだ。いけ。待って待って。また初期スポーンだ。だげー。なんで設定しないの。じゃあこのリンゴどう使うんすか。このリンゴはあの作業台に9個並べてください。ああ、なるほどね。そう、あ、リンゴからパンプキンパイができるんだ。いや、パンプキンパイじゃありません。あ、そういうことで、パンプキンパイがの居場所がハートに変わったってことか。そういうこと。なるほどね。そういうことなのね。で、あとは
この鉄ブロックだね。お、はいはい、こいつをこれを4個上下右左。お、なんか KB 名前はファントムの飛膜なんだ KB ってなんでしょう。カカルビブッダ。あ、カルビコアラブッダ。カルビカル同時に出ちゃったな今コアラブッダとカルビカルビ違います。どっちも意味がわからん意味わからん。これはノーノックバック。B はなんだ。あ、ノックバックか。そういうこと。ノックバックに罰がついてるからノックバックしないっていうことか。そういうこと。あ、なるほど。お、お、ほら来た。お、すげえ。ノーノックバック。なるほど、すごいぞ。うん、ノー、ちょノー、やばいやばい、やめてノックバックしないけどダメージは。あどこで使うんこれ。直線上であの豚と出会った時に粘りながら逃げることができる、うん、押し負けないなるほど、押し負けないいらねで、まああとは、はい、鉄のチェストプレート2つとダイヤのチェストプレート1つ。うわ、ダイヤのチェストプレートでかっ使うな物資。物はいいんだけどね、ダイヤがないよ。ダイヤ1個誰か持ってないの。1個もないです。ダイヤのね、ダイヤの鉱石がなぜか2個あるよ、ここに。でんでん、ダイヤモンドを3個持ってた俺。持ってんかい俺のへそくり。7個あるよ俺。あ、来た、これで1個作れる。よし、これで4個。あと何個だ。4個か。あと4個はもうないな。1、2、3、4、5。あと4つ掘る、まあ、掘るか掘るか。お、待てよ待てよ。お、どうした。なんかダイヤ2つと、うん、石のツルハシか鉄のツルハシみたいなので X レイっていうアイテムがねあるのよ。何何、まさか投資できると言われている伝説の X レイ。それかもしれん。それじゃないか、先にやるべきは。そうだよね。うん、鉄ピッケを真ん中で右と左の真ん中に X レイ、あ、X レイ、ダイヤ。お、レンガという名前の EZ というアルファベットが刻まれたダイヤですね。それ。おう、なんだ。はい。あ、え？え？え？すごい。え？僕が持っている近辺が、うん、スケスケだぜ。ガラスに変わってんの？え、変わって戻る？透けてるというより大きく変わってるよね。大丈夫大丈夫。これこれ、これ大丈夫。これこれ、この状態で拠点行ったら拠点ガラスになるんじゃないか、これ。まずいわ、危ない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 。あ、でも戻る。あ、戻る。すげえ便利便利。なにこれ、すごい便利よ。すげえな。探せ探せ。急に紙持ったと貸したぞ。あったわー、すごい、いけいけ園長すごすぎる。ありました、すげえ。でも丸石とかはどうやら変わらないみたいなので、変わるものは決まってるんだな、うん、でそれに戻るみたいな感じになってんだろうね。うん、すげえな。なるほどね。何個あればいいかな。13も僕今ゲットしちゃったな。もうなんか大丈夫かも。あまり乱獲しすぎると今後きついんだよね。確かに確かに。やめよう。投資使っても俺一個も見つけられなかったわ俺そんなことある。帰ろよし。でこのダイヤどうすんですか。はい、こいつを、まずはダイヤのチェストプレートを1個。ダイヤのチェストプレートで、鉄のチェストプレートを2つ。はい。お、どうだ。花火の星って名前だけど明らかになんかちげえやつ出てきた。なるほどこれはなんか耐火と水中呼吸無限がついてる気がするんだけど、右上に。え、ほうほうほう、俺ついてないよ。左手で持つとかもしれない。あ、おん、ん、来た。いや一瞬だな。いや左一瞬一瞬ついて消えて、ちゃんと空気減ってます今マジで花火ぐらいの時間なのか。
星花火か、星花火なんかこれ、これは花火の星、これゴミかもしれない。なるほど、ダメか。気を取り直して次に行きましょう。はい、OK。 腐った肉8個周りに、ダイヤの周りにくっつける。あ、なんか骨付き肉出てきた。うん、なるほど。これ名前がノーハンガーって書いてあるんだけど、ハンガーってな、ハンガーってなんだ。ハングリーのハングだからお腹空かないってことなんじゃないの。なるほどね。ちょっと殴ってみてよペンティ。おい、あ、すぐに HP 回復する。強いなそれ。ずっと満腹状態だから一瞬で回復する HP。 なるほど。あ、強い強い、全然余裕よ。絶対死なないよこれ。絶対これ、絶対これ死なない、これね。残り残り絶対死なないでしょこれ。これは絶対に死なない、これって強し無敵だもんこれ。無敵だからね。あキャッフルハックス、なんてキャッフォールディングってなんだろうね。棒だ、棒、棒を、はい、ズボンを履くような、ズボンを作るような感じでぐるるって回すと、ああ足場が作れて、足場をズボンのやつ形にして真ん中にダイヤ。あ、なんだこれ、なんか誰かが飛んでるんだけど。なんだこれは、チェーンのブーツ。え、これ足に装備できるっぽい。そうだね。え、ああああああ、石石石、なんだ石が出てる。何が起きてる。石が生成さ、ほら、どうやって。動きはジャンプしただけ。あ、これどんどんいける、ほら強っ、すげえ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 、なんで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 、おおお、落ちた落ちた落ちた、すごい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 。一瞬空をかけた、今かけたね。でもできるときとできないときない。無理だ。なんかね、勢いで行くって感じかな。来た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 、行け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 、いいぞいいぞいいぞ、ベンチ螺旋のぼり、螺旋のぼり、どこまで行けるか、どこまでも行けるぜ。飛べ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 、そのまま白樺の塔まで行け、ベンチ。よし、白樺の塔、おー、行けるけど登ってる。行け行け、芸術作品を作り上げる。これはかっこいい。まずいまずい、嘘だろ、まずい、ベンチ。あー条件がわからん。まこんなもんです。なるほどね。まあ楽しかったですよ。面白かった、すごいわ、うん、じゃあ自キル直すと、オッケー、そうするか。あとなんだっけ、確かネザーウォードとかキノコとか砂糖とか、なんかそこら辺じゃなかったっけ、クモの目とか。確かに、まあでも多分全部揃ってるでしょ、こんだけやってればね。確かにこれだけやってればさすがにありますよ。絶対ありますよね。じゃあみんな出し合おう。茶色いキノコ持ってる人、チーン。茶色いキノコ、茶色いキノコ持ってる人、チーンチーン。ないやないやないやん。よっしゃ、調合を始めます。はい、お願いします。これで着火のポーション作って火薬、おこれでスプラッシュポーションにします。でその間に金リンゴを1個作ります。なるほど、はいはい、 OK、 できた来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 た、町の薬屋さん。おこの進捗もやってないんだ。確かに、いきます。はい、ジキル、せや、ん、え、これで金のリンゴを食べさせる。来た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 、ジキル。これさ、多分人間に戻ったとしても、うん、多分俺だけ進捗達成されると思うんですよ。あー、はい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 、だからあと2回こいつをゾンビ化させよう。嘘でしょ、かわいそすぎる。実績のために何度も人体実験をされるっていう残酷だ。おー、治った、来た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 、ジキル、ジキルがハイドになった。逆じゃね。
確かに、まあ、二重人格の例えだからな。はい、悪いの方ハイドの方でしょ。悪いのはハイドの方。やった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 。じゃあ次回はまたハイドに 戻そうこいつを。かわいそうすぎる。まずいクリーパー来てる。やばい、気をつけて。うわあ、ジキル、ちょっと待って、めちゃくちゃ狙われてる。ジキルが。まずい、ジキル守れ。ジキル埋める。はい、かわいそうにジキル。お前は実験台だ、永遠にな。達者でな、達者でな。あばよ。